ラジ,オジです80歳になると、証券会社が株の信用取引をやらせてくれない、で FX 取引もやらせてくれないという問題があります。僕も今60なんですけれども、まあ20年後に生きてる自信はないんだけれども、80歳になると、あんたは80だからもう信用取引もできないよ。 FX 取引もできないよと言われるでしょうということですね。まあ、20年後にどうなっているかは分かりませんけれどもね。今はそうなんですよね。で、この80歳になったらダメだよっていう線引きっておかしくないですかね80歳でもいろいろな状態の方がいらっしゃると思いますのでね。なんかテストをして、えー、できる、できそうな方、まあ、 例えば本当に認知症になってしまっているような場合はこれは無理無理でしょうけれどもね、えー、ちゃんと判断ができるのであれば、えー、OK でもいいんじゃないのかなと思うんですけどねその辺がまあ、証券会社もね利益を追求している一つの子企業なので仕方がないっちゃ仕方がないし 金融庁もその辺は、えー、どっちかって言ったら証券会社の見方してる部分があるんでねしょうがない部分もあるんだけれどもちょっと理不尽な部分があるよねと思います僕も例えば60歳になって今まあ車の運転とか全く必要ないと僕は思ってるんですけれども自分でね、えー、だけどもう返納しろと免許返納しろお前はいつも疲れてるから危ないっていう人もいます まあ僕の場合は、まあ、ラジオブさんタがそばにいて見ててくれるんでね、えー、彼女があったちょっと危ないわよってもう車の運転やめた方がいいんじゃないのって言われれば「はい」ってやめますけど <laughs> そういうところまで行ってないと。えー、同様にう意味だから例えばその僕に60歳だから運転免許返納した方がいいよって言ってくださった方は身近に60歳でもうちょっと運転が危ない方はいらっしゃるっていうことでした。 それ個人差があると思うんだよね。結構ね。なんで、その今の80歳信用取引ダメ、FX 取引ダメっていうのはね、ちょっとね、えー、線引きとして年齢でパチッと切っちゃうっていうのはどうかなと思うんですけどね。で、一つ抜け道があるのは、80歳の方でも株の空売りみたいなことができる銘柄が一つあって、一三五七ですね。それは日経平均ダブルインバースという銘柄で、僕はよくね、 相場天気予報で出しますけどあれは日経平均が下がると上がる銘柄なんでねあれを買うことによって空売りと同じ効果が得られるので現物取引になりますけどね現物取引で空売りができる同じことができるっていうのは1357があるのであれを使うといいかなと思いますあとは FX に関しては海外の取引所を使えばできると思うんですけどこれは全くお勧めできなくて 入金はできるけど出金ができないっていう海外取引所って結構多くて、それなんやねんって話ですよね。入金はできる。でも出金ができない。じゃあ意味がないですよね。で、そういうのがあったりするんで、なかなか怖い。まあ、でももしかしたら海外の取引所の中にも、もしかしたらまともなとこもあるかもしれないけれども、ちょっと僕はここっていうふうに名前を挙げることができませんし、海外取引所はお勧すすめできないんでね。 まあそういうの承知で、リスク承知でやるっていうんだったらできないことはないっていうことになりますけど、日本の国内では多分ね、80歳で多分ダメっていう言われると思うんだよね。ただ、あの、個別に交渉したらできたって人もいるんで、<laughs> いるんですよ。だから個別に交渉したら80歳過ぎてたんだけど、やらしてもらえたって人もいるんで、個別に交渉してみる手はあるかもしれないですね。そんなとこですかね。ええー。だその80歳でダメっていうのはね、悲しいね。 僕もまだ 60, まだ60されて60で、えー、時々これから後のことを考えるとものすごく嫌になったり落ち込んだりすることがあります。<laughs> はい、そんなわけで、えー、ちょっと80歳以上の方のね信用取引そして FX 取引について まあ打開策というかまああまり決定的な対策にはならないんですけどそれについて少しだけお話ししておきました。